い、ここを右の方に曲がっていきますが、ちょっといつもと違う手前を間違えて曲がってしまいましたので、いつも通る道ではないんですけれども、もしかしたらこっちの方がですね、まあ、直線の道なので走りやすいのかもしれません。まあ、大体いつも細い川沿いの道に走ってますけど、まあ、比較的走りやすいですね。ただ、ナビゲーションを見る限り、まあ、1個先の道と左方向です、一緒になるような感じなので、まあ、左行ったら合流する感じです。まあ、倉庫地帯っていうんですかね、ここはおそらく倉庫とか、そういったものがたくさんあって、まあ、イオンさんの倉庫で物流センターだったりとか、さまざまな倉庫があります。およそ300メートル先、左方向です。カンボスのラーメンの倉庫だったり、パナソニックの倉庫とかね、ちょっとカメラ今動かせないで見えないと思いますけど、左方向です。左右にたくさんの倉庫が見えます。左に曲がります。こういう、まあ、ちょっとね、路地というか、道はですね、水たまりがすごいですね。とにかく車めっちゃ汚れそうな感じなので、ちょっと徐行しながらゆっくりゆっくり進んで、水がですね、せっかくこの間プリウスは洗車したので、あまり汚したくないなというのがありますので、ちょっと水たまりを避けて走りたいなと思ってます。まあ、見えないんですけれども、この先にですね、土手みたいなのがあって、そこの先が石狩川ですね。まあ、雄大な景色が今度は見えるんですけども、ちょっと土手があって見えない状況です。でここを右に曲がっていくと、王子製紙の工場が、正面ですね、正面ちょっと左側に見えてくる感じですけれども、煙がもくもくと上がっていて、すごい大きな会社っていうのをすごく実感できる、場所となっております。まあ、すごいですよね、王子製紙すごいと思います。まあ、意外となんかね、自撮り棒今回はすごくいいですね。安定している画像が撮れてるような気がします。まあ、本当に良かったです。今日は景色、天気も良くて景色も良く、普段以上にがしやすいです。700メートル先、緑町の左方向です。まあ、ちょっとだけですね、もしかしたら、左手側に、まあ、見えてないと思いますけれども、肉眼ではですね、左手側の方に川が見えてます。およそ、まあ、多摩川と比べても非常に大きいというか、なんかめっちゃ大きい感じの、川ですね。ちょっと今止まるので、少しだけ左側を映したいと思います。はい、こんな感じで遠くの方に山が見えてるかもしれませんが、非常に景色が綺麗です。ちょっと一旦戻します。ちょっとドリンクホルダーに置いてあるだけなので、運転中は動かすことが、まあ、難しいんですけども、今はしっかりと動かすことができます。はい、時刻はちょうど14時ぐらいになりました。まもなく左方向です。ですね、まあ普段12時ぐらいですかね、
12時ぐらいに昼ご飯を食べているんですけれども、まあ、昨日も夜、まあ、4時ぐらいになってしまったんですけど、今日もですね、まあ、今14時ということで昼ご飯食べれてないんですけれども、まあ、めっちゃお腹が空いてきました。途中に、まあ、飲食店等もあるんですけれども、まあ、途中でね何か食べようかなとも思ったんですが、まあ、一旦は岩見沢方面に向かって、岩見沢に着いてから、食事どうするかを考えたいと思います。できればですね、岩見沢って、まあ、そんなに行くこともないので、まあ、いつも通るだけなんですよね。岩見沢で何か用があって行くっていうことは、まあ、過去ここ2年間でも一度もないので、今日初めて岩見沢に、用事を持っていくということなので、まあ、岩見沢周辺でですね、何か、まあ、岩見沢でしか食べれないようなですね食事をできたらいいかなとは思ってますけれども、およそ300m先、まあ、普段の通り左方向です。コンビニエンスストアのおにぎりか、あるいは、まあ、牛丼とか、まあ、どこにでもあるようなですね食事になっちゃうかもしれませんけれども、そうならないように、一旦は行きたいと思います。はい、まもなくですね、あのようやく石狩川の脇を5キロ以上道なりです。まあ、ひたすら通るっていう感じの道になります。ですので、おそらく左手にはですね石狩川が見えるんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっとわからないです。ただ前方の方ですね、すごく綺麗な山並みというんですかね、山が、まあ、ちっちゃく映ってるかもしれないんですけれども、まあ、とってもなんかいいですね。この景色は好きな景色の一つになっています。これなんか遠くの方に山があって、まあ、アルプスっていう感じのですね、まあ、イメージですね。まあ、なんか日本ではないような感じの、まあ、スイスに来たんじゃないかっていうような感じの景色になってますので、非常に素敵な、景色であると思っております。まあね、ちょっとずっと同じような感じの景色かもしれないんですけれども、まあ、なかなか別にあの YouTube いつも上げてるわけではないので、まあ、たまにはこういう風にですね、ちょっと喋りながら景色を見て録画をして、そしてまあいつでも見れるように、YouTube にアップをしたいかなと思ってます。まあ、これからもですね、こういうまあ、アウトドアであったりとか、北海道の良さっていうものをですね伝えられるような動画を撮っていきたいと思ってるんですけども、まあ、本当コンセプトがなくて申し訳ないんですけれども、まあ、一言で言うとライフですね、人生ということで、普段何をして、生活をしているか、どういう考えで札幌で、いろいろと刺激をもらってとか生きているか、そういったことを中心に、録画を通し、まあ、動画を通して、まあ、見ていただける方がいればですね、見ていただければありがたいなと思います。